口の津港は、長崎県南島原市にある、地方港湾。長崎県が管理する。旧フェリーターミナル口の津港を出港する島鉄フェリー、島原半島の南端、早崎瀬戸に面した港で、有明海の湾港部に位置する。1562年に、被前有馬市当主の有馬義直により貿易港として、開港、翌年、イエズス海の宣教師、 ルイスでアルメーダが来航して、布教活動を行った。1567年には、南蛮船が入港。1579年には、全国から日本で、布教活動を行う宣教師が集合して、第一回口の使いにが開催された。その後、布教の中心が長崎に移るまで、キリスト教布教と南蛮貿易の中心地として栄えた。明治時代には、 ミ池ケタン港の石炭を輸出するための中継港となった。遠浅で大型船が入港できなかったミ池ケ港に代わって小型船で東港に運ばれた石炭が大型船に積み替えられて上海などに輸出された。1908年にミ池ケ港の新港の開港により大型船が直接入港可能となり東港は急速に衰退した。 1878年に開設された長崎税関口の津市長は、現在、口の津歴史民俗資料館、海の資料館となっている。1954年に国立口の津会員学校が設立され、船員の養成が行われている。早崎瀬戸では、年間を通じて万能イルカが観察できるため、口の津観光船企業組合が投稿を発着する。 イルカウォッチングの観光船を運航している。2015年度の発着数は5,969席、利用客数は348,211人である。2020年3月20日より、旧、口の津駅前にあったフェリーターミナルを南島原市口の津市所や口の津歴史資料館などを集約した新しい南島原市口の津ターミナルビルに移転、合わせて バスターミナルも移転した。伊佐市、島原市から国道251号で約1時間、小浜温泉から約40分程度。公共交通機関は、島鉄バスが運行する路線バスに系統が東港に隣接した、口の津港バス停を経由する。島原鉄道島原鉄道線口の津駅があったが、2008年4月1日の島原鉄道線部分廃止により、 廃駅となり、駅舎は解体された。ありがとうございます。